はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、体やその病気のお話じゃないんですけども、ではないんですけど、もうとは言い切れないんですけども、体にはねちょっと関係してるんですけども、愛をテーマにねお話ししていきます。ちょっと壮大なテーマやなってね、愛って壮大やなと思うんですけども、そのね、もう皆様からの無償の愛をね感じさせてもらえることができるね方法の一つとしてね、そのヘアドネーションっていうのがねあるんですけどもね、そもそも皆さん、ヘアドネーションってねご存知ですかね。過去の動画でですね、少しだけお話しさせてもらったことありますけども、覚えてらっしゃいますでしょうかね。そのヘアドネーションというのはですね、小児がんや先天性のね脱毛症、不良の事故などでね、頭髪髪の毛をね失った子どもさんたちのためにですね、寄付された髪の毛でウィッグを作って、それを無償で提供する活動っていうのがねヘアドネーションというんですけどもね、このようにですね、医療用のカツラを作ってですね、子どもさんに無償で提供している活動でございます。病気でね、治療のためにね、抗がん剤をするとね、副作用でね、髪の毛が抜けるんですよ。これにね、うちの奥さんのね、髪の毛をね、寄付しようと思ってですね、先日というか3ヶ月ほど前になるんですけども、そのヘアドネーションのためにカットをしました。でね、ただね、その、ヘアドネーションっていう、そのヘアドネーション用にカットするにはですね、少しね、特殊な方法でカットしなければいけません。なのでね、その美容室ではこのようにやりますよ、というのをね、僕はその今はまだ体の状態で働きに行けないので、家で撮影しました。その様子をね、映像で見てね、ご覧ください。ヘアドネーションの毛束を作るのに今からカットをしていきます。ヘアドネーションは31センチ以上なので、しっかりこの定規で31センチを測ります。で、測って、だいたい奥さんの髪の毛やったらここら辺の長さになりますので、ここら辺の長さになりますので、ここの長さが作れるように、くくっていきます。髪の毛をね、こういった輪ゴムでねくくっていきます。髪の毛はね、てっぺんから放射状に、分けるんですけども、これはね、美容師さんならできることなんでね、お家でするんじゃなくてね、皆さん美容師さんにやってもらってください。どうしてもいつも行ってる美容師さんがね、やっぱヘアドネーションのカットはしてませんってねおっしゃられたら、ご自宅でね、このようにね分けていってください。これでくくれた状態です。1本出来上がりました。さあ、これを全体的にやっていきます。じゃあ全体的にやっていくまでちょっとね短縮しますね。せーの、はい、出来上がりました。毛束がね、合計 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10本、10本出来上がりましたね。これを今ね留めているところのゴムに2箇所留めてるんですけども、この上で切っていきます。切ります。切り上がりました。1本しか切ってないですけど、これをね全部切っていきますんでね。で、1つの束にします。はい、切り終わりました、ね、合計10本のね毛束がね出来上がりましたよ。これを1つにまとめて、郵送するって感じになります。こんな感じです。1つの束になりました。はい、ご覧いただいたようにですね、このような感じで髪の毛をまとめて郵送します。郵送はね、美容室側でしてくれるところもありますけども、お客様ご自身で行ってくださいとね言われることもありますし、ヘアドネーションのカットメニューもあるところもあります。しかしですね、それぞれの美容室側の事情というのがありますので、そのヘアドネーションをしてない美容室もありますので、それの時にはね、事前にねお問い合わせください。ヘアドネーションの髪の毛をね集めている団体はね、日本でもいくつかありますので、
ので、まあ、それぞれ好きな、ね、団体を調べてもらってね、そちらに、ね、送ってもらえれば、ね、いいです、まあ、とはいうものですね、その自分の髪の毛にね、その皆さんの自分の髪の毛にね、思い入れのある人たちもね、多いと思います。あの、私はロングヘアが好きだという人たちにね、その無理にですよ、寄付してくださいというのではありませんのでね、まあね、その、まあ、そろそろイメチェンしようかなとかね、まあ、髪の毛31センチぐらい切ってもいいかなってこう思った時にはね、そのよかったらこのヘアドネーションをね、思い出してもらってね、寄付していただければたくさんの患者さんたちが喜びます。っていうかね、やっぱりね、その病気をしているとですね、まあ、正直なところね、孤独感ってね、どっかにあるんですよ。あの、入院中ならね、ベッドの上というね、狭いエリアでの孤独感でしょ。で、自宅療養中でもね、その学校に行けない、働きに行けないというね、孤独感があるんですよ。それはね、家族もいてますし、まあ、友達や知り合いっていうのもね、その SNS でね、今や連絡が取れる時代ですから、そのまあ、昔に比べたらそこまででしょうけども、その今置かれている状況でもそれなりにね、感じるんです。でも、そのヘアドネーションというのはですね、その見ず知らずの人が助けてくれるという愛をね、感じることができる、肌で感じることができるので、その、なんていうんですか、つながりがね、孤独感というのをね、解消してくれるんです。たくさんの人たちのね、髪の毛がね、一つのカツラとなってですね、まあ、それが誰にね、どの患者さんに行き渡るかわかりませんけども、そのカツラにはね、たくさんの人たちのね、頑張ってね、というね、思いがね、詰まっています。なのでね、それを渡された患者さんっていうのはね、やっぱすごいね、励みになるんです。まあ、ちょっとね、最終的にはあのスピリチュアル的なお話になってしまいましたけども、あの、ぜひともね、あの、心の片隅にね、ヘアドネーションっていうのはね、置いておいてください。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。